おい、サンド何やってんだよ。おい、話しかけるな、集中してんだよ。何してんだよ、見せてよ。うるせえな、俺は今、終末世界でゾンビを殲滅し、人類の再建を目指す戦略シミュレーションゲーム、エイジオブゼットをやっているんだ。え、そのゲーム面白いの？面白いなんてもんじゃない。このゲームは軍隊支配をして敵と戦ったり、戦略性のあるタワーディフェンスモードでゾンビを撃退したり、美人なゾンビのお姉さんも元の姿に戻して仲間にできるんだ。めっちゃ面白そうだね。他にも世界マップを見ることで資源を取りに行ったり、同盟を組んで世界中の人と競争することができるし、今ならこの動画の概要欄からゲームをダウンロードすれば限定ギフトコードがもらえるから、俺もいち早くエイジオブゼットを楽しんでんだよ。この野郎、邪魔すんじゃねえ。あ、そうなんだ。早速ダウンロードしてみんなで一緒にやろうぜ。いや、お前らと一緒にやるのちょっとな。あ、じゃあサンドだけ無視して他のみんなでやろうぜ。おい、部長一人にしたらダメでしょうが。俺も混ぜろ。皆さんはマイクラ都市伝説のブラッドエンダーマンをご存知でしょうか。ブラッドエンダーマンはマイクラのバグによって生まれる血にまみれたエンダーマンです。一度その化け物に近づくと血の雨が降ったり、構造物を移動させたりしながら襲いかかってきます。最終的にはブラッドエンダーマンに食べられ命を落としてしまいます。何？こんなに頑張ってここまで来たのに、あいつらもしかして不倫してやがる？そう！あいつら絶対ぶっ殺してやる。よし、ピカチュウ、ねえねえねえ、10万ボルトだ。ドゥ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 。すいません。何？ねえ、こいつ何やってんの？最悪だ。10万ボルトが効かないだと？ねえ、何やってんの？俺たちの恋は永遠に不滅だからよ。キャー、かっこいい、すごい、かっこいい。いい映画撮れたね。あ、動画撮ってたの？もうちょっとあるよ。まだやんの？我が名は伝説のドラゴン、バハムート。いやいや、ちょっと待って、止めて。いや、いいから座って。絶対これバズるのに、この動画バズんねえよ。え、知らない？え、これ俺今作ってる映画人形のタイトルは、タイトル、トレーナーとダブル不倫、あの、彼女が取られてしまった男がバハムートとユニコーンを味方にボコボコにするも倒されるかもしれないというストーリーだ。タイトル長えな。ストーリーだーって名前なのダサすぎるだろ。まあそうね。でも最終的に大木戸博士が敵だったっていうのが大きい。言っちゃうんだ自分で。ポケモン出すなよ。オッケー。急に冷めるやん。お、待て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 、ねえ、もう依頼があります。おお、今日も依頼が。はい、座ってください。お座りください。聞いてるから内容言って。うん、じゃあ言うね。面白そうだったら行く。うん、面白くなくても連れてくからね。都市伝説系の依頼です、今日は。おお、まったか。今度はどんな都市伝説なんだろう。今日はブラッドエンダーマンってやつ。ブラッドエンダーマン、何それ。ちょっと聞いたことあるかも。そのブラッドエンダーマン何者かと言いますと、まあ、特徴として現世、まあ、ここの世界とネザーを自由に行き来して俺たちを襲ってきたり、あと血の雨が降ってきたり、構造物を自由自在に移動できたり、あとは一番やばいのが俺たちプレイヤーを。いけー、バハムート。お前さ、一番いいところだ。一番大事なところなんだから。まあ いや、ちょっとこいつ無視するわ。今も俺も一番大事なところ。ああ、そうかいそうかい。一番やばいのが、プレイヤーを襲ってきて、胃の中に閉じ込めるんだって。胃の中に閉じ込める？食べるんだ。食べんの？やばくない？超怖い。ね、めちゃくちゃ被ってんですけど。ん？全く興味ねえじゃん、お前。いや、興味あるよ。聞いてないから。聞いてるから。聞いてるよ。もう何言ってるか分かんないでしょ。じゃあ、どんな話？今回の敵の名前は？バハムート。バハムート、お前の敵だ、それは。よし。とりあえず座ろうか。あ、座ってください。じゃあ、バハムートが現れたことによって世界が破滅したわ。おもろくバハムートなんだ。はい、座って。わかった、バカムート。バカムートじゃねえよ。で、検証方法なんだけど、まず、ま、夜になってエンダーマン来るのを待ちます。エンダーマンが来たら、はい、ま、目合わせたらあいつら追いかけてくるじゃん。これが世界が壊れるということなのか。体がくるくる回転し始めている。助けてくれー、ピカチュウ。フィン。あ、終わった。え、終わった、いきなり。いきなり終わった。勝手に物語作ってんね。
泣くな。泣かないだろ、多分。テレポートして攻撃してくる瞬間に、一旦ワールド抜けます。はい、ワールドも抜ける。で、その後に、ネザーに向かう。だからちょっとゼアル君、物質の下のネザー、ちょっと連れてかせて。オッケー、いいよ。そうすると、なんとブラッドエンダーマンがいる、との、噂です。ネザーに現れるんだ。都市伝説でしょ。ないって。試してみたいよね。面白そうじゃん。いい。まあでもそれを調査しなきゃいけないから、依頼だから今回は。いやー、ゼアル君も驚いちゃうかもね。都市伝説に。おい、お前どこ行ってんだよ。何聞いてた。行くよ今から。ちょっと待ってね。何をやってんだよ。え、なんで墓作ろうとしてんだよ。死んでねえよ。我が光を呼び覚ます者は誰だ。終わったのに。いつまでやってんだよ。もう終わり。シーズン2。あ、シーズン2は今撮り始めんだ。あ、もう行くよ早く。何するの。何も聞いてねえなお前。えじゃねえよ。とりあえず行かせよ。もうとりあえずついてこい。何まずエンダーマン見つけに行きますよ。お前一人でだけでも進まないから。もういいから、とりあえずついてきてください。エンダーマンを探しに行きます。いやエンダーマンが美女？うん、それも全部違うから関係ないから気にしないで来て。じゃあ何になるのエンダーマンが。血まみれ。え、殺されちゃうの誰かに。いや、もうさ、その映画撮ろう。だから、ブラッドエンダーマンが怖そうだなって思う人は、チャンネル登録、高評価、お願いしまーす。お願いしまーす。お願いします。僕の映画のシーズン2が気になる人は、チャンネル登録と高評価、お願いしまーす。まずはちゃんとシーズン1出せ。もうだいぶ遅くなってきたから、そろそろ湧くんじゃねえかな。そうだねー、たくさん湧いてきた。こんなさ、街んところにさ、エンダーマン湧くの？え、知らないの？サンド、夜外出ないの？あんまり。出ないよ、普段外出ないのに。めっちゃゾンビとか出てくるよ。この街危なくね？え、でもさ、奥、山の奥の方行ったら出ると思うよ、もうちょっと。あ、まあそうだね。暗いところ。こっちら辺はさ、結構街灯あるから大丈夫だけど、外側とか危ないからね。見つけて、すぐ抜けなきゃダメだからね、攻撃されそうになったら。あ、そっか。オッケー。気をつけてね。めたいこと言うなよ、お前ら。もうそういう都市伝説やん。今や、これさ、茶番やん。なんか一番めたいこと言ってる。茶番！茶番って言うな。茶番！高校生設定っていうのも、23になって守ってんの。早く行くぞ。高校生でよかった。え、ほら、なんか今ちょっと一瞬黒いの見えたよ。いるんじゃないじゃん。ああ、待て待て、いるね。ほら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 。ほんと、いた！いた！いるわ。お、いたぞ！サンド？あれ？サンドは何？メタ男どこ行った？あー、ちょっと待って。ねえ、お前さ、バーディキューやんねえよ。エンダーマン出るまでちょっと時間かかるかなと思って。もう出ました。おー、出た？出た。早く行くよ。はい、行きましょう。ちょっとね、もう、ダメダメダメ。ダメ。で、肉の焼き加減がちょっと今、焼いてないだろ。ダメダメ。もう、もう焦げるまで焼いとけそこで。焼こうと思って。早く行くぞ。焼くな。ほら。気つけろよ。目合わせないよ、今。目合わせてワールド抜けるの？そう、目合わせて近づいてきたらワールド抜けんの。ちょっと遠くから遠くから。目合わせられる？ちょっとやる、頭邪魔。うるせえ。大丈夫か？あ、サンド抜けろ！やばい！サンド！ワールド抜けないと。サンド早く抜けろって！サンドワールド抜けて！ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、待って。待ってじゃない、待って。早く抜けろ！え、待って待って、ワールド抜けるとか。いいって。いいから、もう早く抜けろ。本当にいいの？いいよ。いいから。そういうやつなんだから。え、学校設定とかは？ないない。うるさいな。もう黙れ黙れ。おさ早く抜けて。なんでやれよ。お前のせいだぞ、おい！おい、殺すな。抜けろ、バカ。危ない。マジで何やってんだよ。もういいよ、もうサンド置いてこ。もう次俺やるわ。はい、じゃあみんなまた後でね。オッケー。はーい。よし、ちゃんと狙われたら抜けます、僕は。さよなら。オッケー、じゃあ僕も行きます。うん、気をつけて。ほら、行きます。はい。おー、じゃあ私も。うわ、抜けます。ユンちゃんが退出した？この世界にからいなくなったっていうのか？おい、みんなどこに行った？早く来いよ。え、抜けたのに声が聞こえる。おかしい。なんでだ。ディスコと繋がってるからさ。めたいこと言わないで。お前が言わせてんだよ。よし、でこれでマインクラフトにまた入り直せばいいんだよね。お、みんな戻ってきた。だからいなくなってるわ。あ、ほんとエンダーマンもいなくなってる。てかサンドもいなくなってね。サンドどこ？あ、あ、え、え、え、お前何やってんだよ。ねえサンド、焼肉はもういいって。いいな。ん？お前ちゃんと抜けたの？あ、うん、めたいけどね。言われた通りにやりました。はい、じゃあいいよ、もう帰りますよ。これはもうちょっと待って待って待って、これ焼けちゃってるよ。でもこれが完全に、もう知らないよ。くれよ。焼けてる焼けてる。もうバーベキューすんなよお前。ありがとうありがとう。はい、行くよ。もう研究室行くからね。ハムトを倒すぞ。ハム
ートじゃないよ、倒すのは。よし、行くぞー。値下げと借りるからね、ゼアラくん。いいよ、いいよ。まあ、使用料、もらうけど。噛んだから0円。よし、みんな行くぞー。行くぞー、サンド。おい、サンド早く来いって。行くぞー、ネタに出発だ。お前。かっこよくない、大佐みたいで。全然かっこよくない。結構歩いたけど、全然弾見つかんなくね。ほんとに見つかんないね。なんもないよ。ほんとにあんの、そんなの。帰ろうよ。帰ろう、もういいよ、もう暑いし。もうだって、道わかんないよ。はは、ええ、帰れないじゃん。は？まあ、犬の嗅覚でなんとかなるか。とりあえず進もうぜ。もうやばい、終わった。おい、ふざけんなよ、おめえ。こんなとこから連れてきて、こんなれよ、ほんだれ。でもねえし、しかも。こんなことなら、部室でお前、映画撮っときゃよかったよ。あっちの無駄な時間だと思うけどな。あ、あ、待って。なになに？見てあれ。あれ、ネザーゲートじゃん。ほら。おめえ、やるっちゅんか、お前。何やってんだよ。ガキが喧嘩打ってきやがった。やめなって。何が？かわいそう。まあ、襲われるよ。襲われてる。襲われてるじゃなくて、お前急いで入れよ。襲われる。え、待って。やあ！お前何やってんねん、バカだれ。ネザーゲート、何これ？え、誰が建てた？お、本当だ。あ、待って。多分ブラッドエンダーマンだ。え、嘘、これブラッドエンダーマンの仕業？なわけ。いや、だから、だってさ、おかしいじゃん。だって俺らここ来てないのにさ、草があるってのがおかしいんでしょ？とりあえず入ってみようぞ。俺ら立ててるわけじゃないんだから。うめ、さっきから止めてくれたな、このタコ。おい、あ、もう知らないから入っちゃうよ。バイバイ。先行ってるからね。シュッ、泣くんな。こっち来てるって。おい、邪魔すんなって。うん、めっちゃ行った。知らない、あいつは。もう一生殴られてるやつ、バカ。殴られてる。あ、なんじゃねえよ。あー、出てきた。えぇ、ー、ん、おお、びっくりした。えわ、えバグ。いや、違う。こんな付き合ったの。これもあれだよ、構造物自由に移動させれるってやつだよ。あ、これブラッドエンダーマンの仕業か。本当に？だって今までこんなの見たことないでしょ。見たことない、確かに。なんでこれ裏返ったので、どこにいんの、そのブラッド5エンダーマンね。エンダーマンね。え、でも近くにいるんじゃん。やばい、怖い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 。血の雨だ。まずい。近くにいるの。血の雨。俺のかっこいい服が汚れちゃう。臭い臭い。一旦室内入ろう、一旦室内。ねえ、なんか夜になったよ。なに、やばい。でもやってますやん。やってないです。なんだよ。これ明らかに異次元じゃん。おかしいこと起きてんじゃん。うん、いや、やっぱいるんだよ。俺信じるしかないんじゃない。そうだよ、さすがに今回ゼアル君信じてくれるでしょ。鉄分が多いと赤になって、なんか錆びたさ、雨が降るらしいよ。そんな見たことないよ。マイクラ界に鉄分とかあんのかよ。おいおい、当たってますよ、ずっと。え、でもさ、やっぱ近くにいるってことだから探し行こうよ、ブラッドエンダーマン。え、もうやめようね、もう帰ろう、やめよう。ねえ、怖いな、もうやーん。こっから見えないのかな。せっかくここまで来たんだから、見に行こうよ。探してみる。あ、待って、今絶対いた。一瞬見えた。いないやん。そんな、いるわけないやん。いたんだって。でも今いないやん。そう、もう嘘ですやん。うわ、ほら、いませんやん。じゃあ先行きやん。はいはい、ほむら、ほう、こう、おつー。なにそれ。そんな見た目なの、ブラッドゴーレムって。普通のエンダーマンじゃないの。ブラッドゴーレムじゃなくて、ブラッドゴーレムね。怖い。違う、これ。どれ。あれ、そうだよね。どんな見た目なの、ブラッドエンダーマンって。待って、サンド待って、閉じられてる。終わりましたよ。壊せばいいじゃん。壊せないよ、閉められてるんだもん。お、開いてるわ。そんなんどうでもいいんだけど、ブラッドエンダーマンってどんな見た目してんの？いや、なんかね、血まみれのエンダーマンだった。それあれ？あれ？今なんかいなかった？いといもん。え、いといもん。みんな幻ばっかり見ていないよ、何も。やっぱ外に行くしかないんだよ。行こうよ、外に。外戻んの？大丈夫？だって服赤色になっちゃうよ。やだ。みんな赤色になっちゃうじゃん。全員ホーラーになっちゃうよ。赤色イコール俺じゃないからね、言っとくけど。みんな動物蹴り始めるよ、赤色になったら。待って、それ、びっくりした。いる、奥。あ、待って、あいつだ。あ、待って、あれちゃう。消えた。あれだ。やばい、近づいてきてる。な、え、そう、今一瞬近く消えた。やばい、逃げろ。ねえ、でも言ってもエンダーマンなんじゃない。あれが普通のエンダーマンだと思うか。ゆんちゃん、やばい。え、消えた。今、え、すぐ消える。声しなかった、叫びた。ジュアみたいな。なんか、そう、なんだろう、サンド後ろ、サンド後ろ、やばい、サンド後ろ。いやいやいや、うわ、待って、顔が、見て。
キャラケットやられた。ちょっとなんな、あれなんで言われたの。バカバカバカ、ふざけんなって。どこ、サーダ開けて、サーダ開けて、やばいやばい、開けて、うぃうぃ。おい、お前ら大丈夫か。すまんの、裏切って。おい、ほむら、ゲップがでかい。ピアいって、おい、大丈夫か。パパ、おい、起きろ。なんでまた寝てんだよ、お前。なんだここは。俺ら多分食われたよ。そういうことか。胃の中、これこのままじゃ俺ら消化されちゃうよ。え、待って、胃の中って言った。うん、へ、壊してやろうぜ、胃。お、胃壊してやろうぜ。いたー、びっくりした、びっくりした。なんで中にいんの。胃の中にいた、今。今出てきた。壊そうとしたら音だって来てたよ。ちょっと、びっくりした。誰かやって。え、俺やるよ。あー、出てくる、出てくる。おー、おーじゃないよ。壊そうとしたら襲ってくるんだよ。あ、手分けして壊そう。あ、4人で壊す。あ、部分的に。やばい、来てる。壊してないのに。壊そう。あー、やめてください。俺もうダメなんだよ。もう無理ないじゃん、これ。4人で当たって無理じゃん。出れないじゃん。消化されちゃう。チビエンダーマンが。なんでエンダーマンの中にエンダーマンいんだよ。マトリョーシカかよ、あいつ。ねえ、こう、マトリョーシカはどうすればいい、これ、結局。マトリョーシカじゃねえんだよ。マトリョーシカはもう一旦触れないで。恥ずかしいんだね。恥ずかしいって何？お前知らないじゃん、マトリョーシカ。そうだね、恥ずかしいのかもしれんね。あれ、怖そうじゃん。え、無理じゃん。苦しいんじゃない、ほら。食らってる、食らってる。壊しまくればいけるんじゃないじゃん。でも待って、その間に僕たちが死んじゃう、多分しばかれすぎて。そうだよ、だって俺らこれ胃の中なんだから溶けちゃうよ。ねえ、じゃあどうすんのこれ。だからどうするか考えようよ。弱点とかないの。お前調べるって、事前情報なしで調べに行ったってこと。まあ、調査の依頼だからね。対策。まあでもやっぱエンダーマンといえば水だけどね。だってあいつ血の雨のところ歩いてたよ、くない。あ、だから血の雨にしてんじゃない、もしかしたら。あ、そういうこと。水じゃ苦手なのかな、の可能性はあるけど、水の完全な水ないもん。任せて、胃液で、胃液。え、これツバツバツバ。え、ちょっと待って持ってる。え、なんで。いや、ちょっとあのネザー行くって出たからさ。いや、レザー熱いじゃん。いくらなんでも唾液出しすぎだろ。いや、唾液じゃねえわ。いや、あれじゃない？ゼアル君さ、仮面被ってるから俺全部汗なんじゃない？キモいな。ねえ、やばい、待って。え？あ？やばい、え？やばい、やばい、待って、どうすんの、どうすんの、どうすんの。ゼアル、水流せ、水、いいから、水、せーの、はい。ついでにこれも食らえ。いや、でもそれ効かないから。うわ、な、あれ外じゃないこれ。本当だ。っていうか晴れてる。あ、出てこれたんだ。やった、倒したあいつ。倒したんじゃない、でもいないじゃん。むっ殺した、むっ殺したってなんだよ。んよ、お前。あ、投げた。あ、生命の誕生だ。バハムートだ。バハムートじゃねえよ。二世どこにいなくなっちゃったのかよ。二世でもどうでもいいけどさ。え、ブラッドエンダーマンじゃあ倒したってこと。だから倒したんじゃないの、ゼアル君の水のおかげで。お前よかったな、水持ってて。手製だから。まあ、ちなみにネザーじゃ水使えないけどね。まあ最悪別におしっこをかけりゃよかったしな。やだよ、おしっこ出てくるの。いかないよ。じゃあ、待って、あれ胃の中だったってことはさ、あそこでうんちしてたらさ、胃がうんちの中で吸収されてたってこと。嫌なんだけど。ってことは、あいつ実質うんち食ってたってこと。お前すごいこと考えるな。サンダ実質うんちみたいなとこあるか。うん、うん。はめたやろお前。いや、自分でハマってったよ。もういいから帰ろ。もうやめよ、都市伝説マジで怖いから。いや、でも依頼だからしょうがない、受けなきゃ。いや、ちょ待って帰ろうって。お前帰り道分かってねえんだろ。まあ、とりあえずネザーは確実じゃん。なんじゃお前。そうだ、ね、おい、よし帰るぞ。帰ろう、よし帰ろう。帰り道分かんないのに帰るって意味分かんねえわ。こんなでっかい足跡あんの今。本当に？いや絶対嘘だよこれ。信じらんないんだけど。だって俺よりでかいじゃん。いや、そのホムラ君何個分これ。でかすぎだよ。俺で換算すんだよお前。おいサンド、お前すごいニュースやってるぞ。何やってんだよ。なんかすっごい足跡あんだった。俺はニュースは見ない。なんで？嫌いだから。なんでだよ。
いや嫌いだから難しい漢字ばっか並んでるから読めない。そうやって読もうとしないからお前。うるさいなお前。あんななんか変なニュースよりもこっちの方が大事だろ。いやこれも大事だけど、これもう最近ずっと貼ってあるよね。リアルイベントやるよ。あこれガチだからね。いやそりゃそうだろ、ここまで作ってガチじゃなかったらどうすんねん。いや分かる、冗談かと思ってる人いるかなと思って。いないだろ。詳細は概要欄とコメント欄見てね。お願いします。だからそんなしょうもないニュースは見ません。いやどっちも大事だよ。あと衣装何にするかとか決まってないからさ。この服で来んじゃないのサンド。うん、行かないよ。え、どっちが来んの。どっちが来んのって何。え、これかこれ。いやこっちじゃない。それの20年後ぐらいの姿が来る。いや20年後のおじが来るってこと。黙れよ、おめえの目ジジイだろクソが。うるさい、1個しか変わんねえだろかよ。1個も、いや1個はすごいよ、365日だからね。時間換算してみ、365。あ、ねえ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 、クソジジイが。うるせえな。身長小さいからだろ。うん、おいおいおい。ねえ、どっちが若く見える。どっちもおじさんだよこいつ。マジで芝こうかな、ジジイみたいな。もう怒ってるよ、ゼアル君。お前このイベント血の祭りになるかも。おい、やめろよ。いやでもよかったな。でもさ、しかもお前俺と同じだから本当に血の祭りになるかもな。でもこいつの中身俺らの倍ぐらい年齢あるから、ついにバレるぞ、ゼアルが50歳なの。ピチピチの高校生ですからね、あったら。嘘つけ。本当だわ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。何？どうした、ピチピチのブス。依頼箱にさ、なんか入ってんだよね、今日。え？入ってる？うん。以上、どうしようかな。おぉ、ほんとだ。何着てこうかしら、何着てこうかしら。おい、サンドの方がええんかな。サンド、久しぶりに依頼が来てました。普通の私服より。ねえ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 、依頼来てるよ依頼。関係ない。いや、あるだろ、一番重要だから。イベントの方が大事だ。さっきと同じこと言ってるじゃん。いやだってイベントの服装決まってないもん、まだ。でもイベントの服装も大事かもしんないけど、依頼も大事じゃん。全然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 。え、だってもうこれ人来なかったら依頼やってない、お前のせいだからね。違うよ、イベントに人来なかったら俺らの人気がないからダメなんだよ。いや、人気を出るた、人気を出すために依頼やんだよ。違うよ、お金稼ぐために決まってるだろ。お金1円も入ってねえよ。何言ってんだお前は。お金1円入ってないからね、依頼。こっちの方が大事じゃん。なんでこっちにこっちのお金入ってくるから。うん、お前バカ正直に言うなよ。だってそういうの包み隠さず言ってった方がいいよ。いや、まず言うのも大事だけど、隠さないのがいい。だってよくやってるじゃん、みんな笑顔のためにとか、みんなに会いたいって。違う、金金金金金。いや、やめろお前。別に会いたいからね、普通に。サンドは嘘をついてます。もういいからこれ依頼読むよ。いいよ。とある村で召喚の儀式を行うと、最近噂の足跡の主を見れるようになるらしいです。儀式用写真に必要なものがあるので、それで試してほしいです。もし見えた場合、見えなくする方法もあって、雪の水でできた雪の池を 10×10 で作って、そこに主を入れればいいらしいです。雪の水は水と雪玉と白い染料でできるみたいです。もし見れたらどんな姿だったのか報告楽しみにしています。だって普通の依頼だね。なんだろう、ニュースのやつじゃん絶対。足跡の主ってなんだろうな。これ召喚の儀式用写真。これも別になんか特殊じゃないな。ちょっとここに貼るわ。うん、見してよ。こんな感じ。あ、別に雪だね。雪入れて。うん。松明周りに置いてって感じか。簡単そうだね。別にな、なんもね、特殊なことないし。うん。サンドは？あれ？何やってんだよ、お前。本当に何やってんの、お前。ピクニック日和だなーって思って。お、じゃあちょうどいいや。今から行くぞ。ピクニック？雪山。は？雪山ピクニック。極寒じゃん！いや、依頼が来ちゃったんだからしょうがないじゃん。ねえ！極寒じゃん！いや、でも調査してほしいって言われたんだよ。夏だよ！夏だから涼しいでしょ。まあ、そっか。あ、うん、雪ないかもね。溶けてるかも。あんまりそんな多くないと思うけどな。じゃあ行く！涼しそう！今日乗り気だ。よし、行くぞ。ね、あとリアルイベントの服買いに行かないといけないよ。じゃあもうそれ帰りに行こう、帰りに。みんなで行こうよ。無事帰れるってことですね、今回は。当たり前だろ、お前。いつも無事に帰ってきてんだから。無事じゃねえよ、いつも。ふざけんな。大丈夫だって。もうそろそろ着くよ。あー、やったか、この村か。これ、この村でお洋服買うの。洋服は買わねえよ。帰りだから。帰り。あ、帰りかよ、なんだよ。言ってたやん。え、みんなあれ持ってきた、ちゃんと。持ってきたよ。召喚アイテム。はいはいはい。何それ、お前。
違うよそれ。遊び道具を持ってくるじゃないよ。何投げてんだよお前。それもちげえよ。え、何召喚アイテムって。いや、そうそう、サンド見てないから。あ、そっか、こいつ聞いてなかったんだ。そう。まあいいや、もう早く行こう。そうそう、私たちもこの村で必要な儀式があるんだよ。何、そういう宗教に入ったの。宗教じゃねえよ。え、依頼できたの。真ん中来て。何すんの。足跡の主だったか主だったかを今から召喚すんだよ。召喚つうか見えるようにするんだよ。頼めよ。依頼なんだからいいじゃん別に。じゃあ大釜置いて真ん中。あ、鍛冶屋あるからダイヤモンドゲットできるかも。まあ、ほんとサンド来て。自由だなぁ。あぁ、何あぁって。何入ってたの。なんかあった。よし、剣も入ったからね。ダセーなぁ。ダセーなお前。いってぇな、殴んなよ。早く、まあ、置いて大釜。はい。オッケー、これで。この四つ角に、こうやって。何ができんのこれで。え、だからこれで、足跡の主が見れるようになるんだよ。嘘をつけよ。ほんとだよ。その調査をするために来たんだからよ。嘘かどうかわかんないだろうが。大麻置いて、お前、雪入れて、お前、なんかできるわけなかろべ、お前。何しんだよ、お前。じゃあこれさ、粉雪置いたらもう完成じゃない？え、俺置きたい。この中心に置いたら終わりだよ。お前、どうせ信じてねえんだろ、お前も。まあ別に信じてないけど。ほらね。え、信じてよ。楽しそうじゃん。これ、本当だったらすごいよ。え、これ入れればええんでしょ？うん、入れて。じゃあ入れるよこれ。いいよ。せーの。いらない、いらない。そんなのフェイントかけんなお前。怒られちゃうよ。ホムラ君の誰に怒られんねん。いやだからその足跡の主に怒られるよお前。怒られるわけねえだろ。ダメだよ。入れるよ。いいよ、うん、せーの。はい、普通に入れたな。おう、なんか大きそう。なんもなんないじゃない。変な風に入れても、ね、おー、いいいいしまうな。お前通るな。入れ、早く入れよ。早く入れて。どんどこ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 どんえ、ね、大きな何かに踏みつぶされたって書いてあるよ。え、何？何大きな何かって。いや、やっぱりあの…聞きたかったんだけど。あ、足跡の後ろ、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 後ろ。ねえ、見て。なんだあれ。何あのでっかいの。あいつか。なんでそんな…あいつかじゃない。待って待って。何何、どこに乗ってんのお前。違う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 よお前。あっちあっち。あっちだって。今マジでクソでっかいのいたよ。見てなかったの。バカデカ猿みたいないたよ。後ろって。いや、そっちじゃねえよお前。じゃあサンド、こっち来て。こっちこっちだって。え、豚じゃないの。あの豚ちょっとなんか普通よりでかい気がしたんだけど。変わんねえよ。ほら、あの山の方に行ったんだよ。いや、っていうかあの山ぐらいでかかったよ。嘘つきなさいよ。サンド見て。何？ほら、足。これ絶対足跡だよ。本当に足跡なのこれ。いや、見てみろって。いや、やばいよ。本当足跡っぽい。ほら、こっから見ればわかるって。見たい、上から。ほら、やばいよ。どう？足跡っぽい？うわ！いや、たまたまでしょ。たまたまわけねえだろ。山の上、山の上。あ、ほら、あれあれあれ。あれ？いなくなっちゃった。気のせいじゃね？山じゃね？山じゃないよ。だって山より高かったって。ってことで調査完了ということ。いや、おい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 、お前さ、お前帰りたいだけだろ。ふざけんなよ。当たり前だ！イベントの方が大事だ！今見つけたんだよ、4分の3。4分の 3？ どういうこと4分の 3？ 4人中3人みたいか。4人のうち3人って意味だよ。難しい数字を使わないでいただきたい。簡単だろ。3人見つけてんだよ、もう。お前が後ろって言ったから後ろ見たら豚がおったやろ、お前。なんで豚だと思うんだよ、それで。いや、ちょっと大きかったなと思って。でかくねえよ。てか、もう早く行こう。あれ、でもいなくなってる。こっち側にいたと思うのに。いなくなっちゃった。気のせいだって。気のせいじゃないだろ、3人も見えてんだから。どんな形したの？いや、マジででかい人型の。猿みたいな。あ、それ何か分かった。何？それね、妄想だよ。いや、聞いたことあるって何？聞いたもクソもねえだろ、そんな。え、でも、てっぺんいたけど、なんもないね。いたよね、でも。それね、でもここだったら絶対足跡ってわかるよ、ほら。うわ、ほんとだ。でかすぎんだろ、あれ。家よりでかいよ。やばいな、あれ。あれに踏まれたってことでしょ、だって。豚じゃなくて？豚はもういいよ。でもどこ行っちゃったんだろう。あんなにでかかったら見えると思うんだけどな。え、え、待って、あ、びっくりした。あれあれ、あー、ねえ、なんだよ。ねえ、なんだよ。なんかいたよ。ねえ、ちょっと待って、やっぱあれゴリラか猿かわかんないけど、クソでかいって。山よりでかいよ。ほら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 、来てる来てる来てる。あー、ここでかすぎ、でかすぎ。サード逃げて、死んじゃうよ。あ、顔うんちみたいだね。お前さ、お前潰されるぞ。もうダメだよ。なんか持ってる、なんか持ってる。槍？うわー！
危ない、早すぎる早すぎる、飛ぶな、投げてきたよ、でかすぎる、槍が槍、あいつちょっと一旦山の方に、山じゃない森の方に隠れよ、ね、やばいやばい、逃げろ、知ってるわ、あれ何か、何何あれ、獣の巨人だ、いや違うだろ、違うだよ、違うの、獣の巨人槍投げねえだろ、どうするどうする、あれちょっと一旦こっち来て、あ、探してる探してる、え、ねえ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 、でもさ、何、解決方法書いてあったよ、もしあいつが見えたら見えなくする方法が書いてあったんだよ、え、見えなくするだけって意味ないじゃん、いやでも見えてるから実体化してるってことじゃないの、あの儀式したせいで見えてるってことでしょ、おい、ダメダメじゃん、ダメじゃん、ダメダメじゃん、だってそういう依頼だったんだもん、生きてんねえ、お前もまともに見てねえんだからよ、文句言ってねえよ、見たよ見たよ見たよの顔うんこ、じゃあそういう話じゃねえ、依頼見てねえんだから文句言うな、見てても連れてくやん、うん、その時は文句言ってえわ、切るなよ、言ってえな、お前なんだこいつ、いやもうサンダー連れてもう立ち向かってよ、そうだこれで倒しに行けばいいんだ、いや無理だって、ね、大丈夫、心配してくれるの、ホムラ君、いや当たり前だろお前、あんなに勝てるわけねえぞ、いや行ってきてくれ、なんで俺が行かなきゃいけねえんだよ、いる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 、一回行け行け行け、いや実験隊だ、お前が原因なんやから、本当に俺行くの、うん、勇者だ勇者勇者、絶対無理だよ、勇者だよ、小村くん、うん、 MBTI なんだったっけ主人公、よし行ってくるわ、おーけーすげー主人公、主人公だ、かかってこいよデカブツ、お前がさ MBTI だけで来いよ、うわ怖い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 、出てくる、あ当たんない当たんない、痛い、やばい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 、ね、無理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 、あーやさ、やられちゃった、やっぱダメだったんだね、よし帰る帰る帰る、やばいやばい無理無理、立ち位置だ、危ない、何何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 何じゃなくて、倒すわけじゃないんだよ、待って待って、今までのはさ、うん、なんとかなったけどさ、今回のやばいって、いやだから普通に戦いあったって勝てないから、見えなくするんだって、あ、さっき言ってたよ、召喚しちゃったから実体を消すってことね、どうやってやんのそんなの、ね、その方法がユンちゃんしてそう、魔法でなんとかして、いや違う、あ、なぜかいの無理だよ、待って、ゼアルが科学の力でなんとかすればいいじゃん、ね、もう分かんない儀式だから、依頼書に書いてあるんだから、その話聞けよまず、あ、書いてあんの、だからもし見えちゃった時用にっていうのが書いてあったの、お前先にそれ言えよ、バカじゃんお前、剣で立ち向かったの、ずっと言ってんの、でも いいから言うよ、うん、うん、ここにさ今普通の水あるじゃん、うん、うん、これとは別にこの辺に雪の水っていうものが作れるらしいのね、雪解け水的な、でもそれ溶けてるから、あ、まあそんな感じ、でもなんかちょっと色が違うんじゃない、まずそもそもで、それがその水バケツあんじゃん、うん、水と雪玉と白い染料を合わせると作れるらしいの、その雪の水を 10×10 の範囲で池みたいなの作ってあげる、なるほどね、じゃあ作っていただいて、いやいやみんなで作るんだよ、ああ、だそれであれじゃない、あいつ落とせばいいんじゃない、そこに、あ、そういうこと、なるほど、オッケーオッケー、そうすれば戻れるってことか、どこに戻るの、あ、別次元にね、うん、そう別世界に、いやー、爆発してる、爆発したよ、ねえ、てかさ、てかさ、洞窟に入ってたら危なくない、逆に踏み潰されるよ、なんかもうミノムシみたいになってるけど、もう急いでね、ヨサンド置いて、置いてかないで、早く出てこいよ、うるさいなお前、でももう水あるんだからさ、あれじゃない、スズランかな、白い染料だよね、スズランって、そうだね、白い花だから染料にできるかも、白い染料もう一個簡単に手に入る方法あるよ、俺も知ってる、バカ痛いのいいと、お前やめろよ、絶対違う絶対違う、染料じゃなくて白い毛だよ、いや俺の方法はあのゼアルの大好きな骨を砕くっていう、骨持ってないの、持ってない、はぁ、痛いマジで、殴るんだ、殴る、砕いて骨作るか、お前最近全然使えねえな、いいじゃん、だってもうさ、スズランあんだから俺使えよ、まあでもこれで白い染料できるんじゃない、染料できるからこれ、ほらできた2つ、あとはあとなんだっけ、あとはだから雪玉だよ、雪玉、あ、雪玉だってさっきの、さっき行ったとこに、あの上の方にあるけど、でもあいついるよ、あいつ、あいつの攻撃をかいくぐっていくしかない、シャベルも必要だし、シャベル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 、サンドシャベル持ってんの、ない石はあるよ、はい、あ、でも石あれば、じゃあ石で作っちゃおうか、あ、じゃあいいじゃん、誰かさ、猿の木引いてよ、あの大きい、誰が MBTI 適性がいるか、一体なんで、なんで毎回殴んの、ほら作ったよ、あ、というかさ、サンドさ、防具あるならさ、それでいけばいいやん、
あ、そうなん投げんな、お前。あれいる俺の脱ぎたてホットパンツ。ガチでいたな。汚ねえな。言い方どうにかしろよ。え、じゃあ待て待て。じゃあさ、シャベル作ったからさ、行くってこと山。じゃあさ、私たちがさ、3人で音になって。ね、牛死んだよなんか、なんで？え？牛が死んだ。やばい。やばい。目あった、目あった、目あった。やばい。なんでさっきシャベル持ってんだけど、俺。シャベル。サウナ、サウナ、任せた。行ってこい。ゴミどもが。おい、なんでだよ。行け、サンド。あら、走り抜けろ、サルさん、こっちこっち。こっちこっち来い。こっちだ。オッケーオッケー、来てこっち。早く、サンド頼んだよ。行ってこいつ。行って。やるけ。ポブラくん。待って、馬懐かせてるから。お前や。マジで、いやもうサンドに渡したのが間違いだった。俺らの命いくつあっても足りねえって。早く今木引いてんだから。こっちいいよ。危ねえ。おぶねえ。なんだ？待って。今吹き飛ばされたよ。全部の敵が。爆弾爆弾。クーク。ゆうちゃん。やりたいよ。今当たる。ゆうちゃん。せいちゃんせいちゃん。ね。ああ。槍の攻撃回がでかすぎる。早くしてって。どうどう。マジでお前何やってんの。痛い。槍うますぎ。危ない。クス。危なすぎる。うんで行けろ。さあ、今どうなってんですか、そっちは。今ね、とりあえず馬懐かせて防具つけた。ね、でもね、前進めないんだよね。暗ねんだからよ。あ、暗っ。あ、そっか。こいつに、こいつに任せたのが間違いだ。ね、見て、ゼアル君、ほら。いいよ、もう、もう。ねえねえ、お願いお願いお願い、これだけほら。あーあ、やばい、あー、見なかった。おー、何やんだよ、今、サンド。ジョニー、そんな名前つけてたんだ。サンド、後ろ、サンド、後ろ。お前もやめろ。ね、ジョニーが。あはははは、早く逃げて、早く逃げて。もういいよ、俺はシャベル作ったからもうこれ取るよ。取る取る取る、急げ急げ。僕もシャベルあるから。オッケーオッケーオッケー、取った。戻るよ。おお、やばい、こっち来る。あ、ほら、槍がでかすぎる。でも水がない、水がない、水サンドのとこにある。水、水サンド、サンド、水、水、何、サンド、水、水。ねえ、上から来てる、上から来てますよ。うわ、もうやだよ。やばい。ね、俺水じゃなくてミスターだよ。じゃあミスな、それは。ミスとかミスターの話じゃなくて、サンド後ろ。うわ。何やってんのガチで。ずっとふざけてんのかお前は。ふざけてない。でも雪は取ったからね。もう取ってる。痛い。やばいやばいやばい。ねえ、ちょっとやばいって。もうでかすぎるこの槍。でも海なら水あるからさ。危ない。おい、サンド、サンド、はい、占領占領占領。任せて、いいこと思いついた。もういいって、立ち向かえないからね。いいよ、それ。くらえ、必殺、サンドボンバー。何も食らってない。ねえ、落ちちゃったよ、下に。あー、もう壊れたし、防具も。ねえ、サンド。ダメでした、必殺技。知ってるよ。早くしてよ。早く作って。何を、な、だから水と雪山の占領。ダメ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 。なんでお前さ、こんな物陰も何もないところで作らせようとしてんねん。やばいやばい。いいから早く。一回物陰に隠れよ。じゃあさっきの洞窟行こう。さっきの、あった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 。こ、隠れよ。やっぱりここまだこう見えるから、ここ見えるからこっちの方がいい。こっちの物陰に隠れろ。作業台は、先ほど持ってない。何やってんだよお前。持ってる持ってる。これで何を。いた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 。雪と水、雪と水と何だっけ。白い占領。お、なんかある。何できた、何できた。雪の水のバケツ。あ、そう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 。何やこれ。え、だからそれで池作るんだよ。おおおお、すげえ。なんか変な感じ。これもう一個、もう一個、もう一個。でもここで作っても意味ね。あ、まあでもいいや、上に持ってこっちゃ。それ今いない。よしよし、マジこれで何だっけ。この辺でいいんじゃない。ここでいいじゃん。ここで10掛け10。はい、3 4 5 6 7 8 9、10、オッケー。これで無限、水が、やばい、無限作ればいいの。やばい、足足びっくりした。おい、こっち来てる。やばい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 。一旦逃げて、一旦逃げて。痛い痛い。ちょっと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 、逃げろ。やばいやばいやばい。ねえ、めっちゃ来てる。助けて。オッケー、今のうちにやる。あ、やばい、後ろ行った、後ろ行った。ゆんちゃんの方に行ったよ。ゆんちゃん頑張れ。任せて。ああ、ねえ、やばい、おおおお、やばすぎます。今暴走してる、あいつ。サルさん、こっちだよ。サルさん、こっちこっち。ほら、頭うんこみたい。何言ってんだお前。サンド、水入れて。水頼む頼む。あー、それ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 。下も掘った方がいいんじゃないそれ。一個ずつ掘ってっから。ごめん、サンドたちの方に行ったかも。ほいやさ、ほいやさ、間に合うかな。ほいやさ、見づらい見づらい。パンパンに入れて早く。ね、来てる。やばい来てる。やばい、マジ来てる。やばいよサンド、すっごい飛んできてる。早く入れて入れて。いでくね、一回さ離れた方がいいよ。違うとこでやる。うん、ね、一個だけお願い。何、こいつだけ守って。ジョニーにそっくりなんだ、さっきの。
守ってどうやって守るんだ？体で。お前が守ったらええやん。じゃ頼まな。お前が守れよ。守りたいんだったらな。違う。ね、来てるよ、カード。さあ、俺か。ジョニー。ジョニー。ジョニー2号が一瞬で消し飛ばされた。サンドー。やばい、マジで。ちょっと、早くさっきのところでいいからもう。行こう。もうジョニーがいないなら俺はもう無理だ。お前もうジョニーちょっとさ、会ったばっかりやんけ。ねえ、これ渡しとく？これ白のやつ。確かにサンド以外やった方がいいわ。もうバケツリで。私やるから。ナイス。じゃあサンドおとりよろしくね。いや、無理。なんで？早く今掘ってるから。なんか不純物が。不純物なんなんだよ、バカお前。じゃあだって赤いのがプカプカ浮いてたからさ。危ない、やばい、こっち来てるよ。もう早くユンちゃん、うん、置いてる置いてる。ナイス。来てるよ。出やるよ、お前何もしてねえじゃねえか。してるよ、掘ったよ。もっと掘れ、早く。やばい、痛い。やばい、でも死ぬ。来てる。ほいやった。急げ。うもうお家完成しそうですよ。もうできたんじゃない。できたよ。入れて。おい、あとこの中入れるだけだぞ。おびき寄せろ。やばい。くらえ。ナイス、おびき寄せ。あ、でも。あれ。あ、待って、雪の水の中に縮んでったよ。吸い込まれてった今。え、今消えたよね。うん、今めっちゃ縮んでったよ、中に。今ちょっとでも触れたからじゃない？そういうこと。あ、もう埋めてんじゃない。埋めだってもう見えなくなってるよ、多分。なんかこっから出てくるかもしれないじゃん。ほんとにいいっすよ。早く埋めろ。よし、オッケー、埋めた。埋まった。封印完了。完了じゃない？バカ、お前一緒そこにいろ。そんなこと言ったらまた出てくるよ。あ、待って、あれ何ぜやる。まださ、封印のさ、猿呼び起こす儀式まだ壊してなくない？あー、確かに。 おい、サンドどこ行くんだよ、お前。嫌な予感がする。お前だけ逃げようとすんなよ。あ、え？うわ、やばい、また来た。ねえ、早く先に逃げようとすんなよ、サンド。逃げるだろ、お前。なんとかしろ、俺。任せる。ちょっと逃げて。逃げろ。やばいって。皆さんは、ツーヘッドヘロブラインというマイクラの都市伝説をご存知でしょうか？ツーヘッドヘロブラインは名前の通り、頭が2つあるヘロブラインのことで、胴体は縦に大きく裂けており、非常に不気味な見た目をしています。近年はあまり目撃例がないというこの生物は、一体今どこにいるのでしょうか？みんなやっと着いたぞ。あー、遠すぎる。ねえ、何があんのこの村。いや、この村今回の依頼の場所だから。ほら、ねえ、なんか何も聞かされてないよ今回。いや、だってさ、最近さ、依頼内容まで聞かせるとついてこないんだもん。確かにサンドがね、特に。言ってよ、大事じゃん。言うのはさ、何すんのか大事でしょうが。まあここまで来たからとりあえず言っとくけど、なんか最近この村で村人にめっちゃ似てるんだけど、なんか変な人が住み着いてるらしいんだって。だからそいつらを退治してほしいらしい。ほう！それ。不法滞在してる人がいるということですな。あ、まあそうだね。なんでそのテンション高いの。え、だってそいつをボコボコにすればいいわけでしょ。まあそうだ。まあ、俺早く欲しいっていう感じなんだね。乗り気だな。いや、もしかしたらクソ強えかもしんないよ。逆にボコボコにされちゃうかも。されない。まあ、村人みたいなもんだからな。どういう人なの？いや、村人にめっちゃ似てるんだけど、なんか、目とかがおかしいらしい。そんなパッと見わかんないでしょ。まあとりあえずちょっと見てみようぜ。あ、あそこに村人いるじゃん、二人。ほら。本当だ。なんか話しやいや、まだ。ほら、普通に村人だってそれ。うめえか、変なやつ。こいつ目普通じゃん、これ逃げてるでしょ。お前何やってんだよ。かわいそう。はい、最低サンド。え、だ、どうやって見分けんの、そんなの。だから目が変なんだって。目が変って何？知らないよ、実物見たことないんだから。また適当なこと言ってんのか、お前。適当じゃねえよ。依頼書にそう書いてあったんだって。そんなどこにいんだよ、わかんねえじゃん。だから一人一人話しかけるしかないんじゃないの？だって、話、じゃあ、俺、村人やとするよ。うん。話しかけて。こんにちは。こんにちは、僕、変な人です。こんなことに、こんなんで俺言いにられてるじゃん。ほら、もう今変な人って分かったじゃん。変な人だよ、お前。じゃあ俺は変な人だけど、誰が変な人や、お前。お前が言ったんや。違う。だって話しかけて変な人なんて分かるわけないでしょ。変な人が変な人って言うと思う？いや、でも変な人は話しかけても反応しないかもしれんや。じゃあ話してみんよ、あそこにいるやつ。あいつ、普通だと思うけど。こんにちは。ほら、赤髪の。いや、普通じゃないよ。赤髪の変なやついると思ってさ。ちょっと逃げた、今。いや、まだ普通の反応ってことじゃん。普通じゃねえだろ。いや、不審者が来た。お前何殴ってんだ、お前。
ああ、危ぐるめ危ないよ。あれ普通だって。普通でしたね。うん。ビンタしたらわかるのかも。そんな見極め方嫌なんだけど。野蛮すぎだろ。じゃあ他になんか対処法考えろよ。お前。あれ普通普通。やばいやばい。なんでなんでサンド。だいい経験行こうって。じゃあ行けよ。まだ家あるから行こうよ。そうそうそう。上に行けよ。俺は一人一人ぶん殴ってく。いや本当に野蛮。よくないって。ダメだよ。よくなくない。俺はこうやってやる。怒るよ。だって待って待ってそもそも勝手に住み着いてるんでしょこの村に。うん。じゃあダメじゃん。ダメなことしてるじゃん。でも普通に住んでる人殴ったらもっとダメだよ。確かにって思うんじゃねえよお前。正論すぎるな。いやいや待って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 。何？それを認識してない村も良くない。どういうこと？だから、うん、変な人が住み着いてるって言うけど、どれが変な人か分かんないんでしょ？まあそうだね。でそれを把握してない村人も悪い。まあ困ってるから俺らが来たわけでしょ。うん、そうじゃない？ででも分かんないんでしょ？じゃあ住み着いてない可能性もあるじゃん。いやまあ人が増えてるんじゃない？いやーなんだそんな分かんないよ。じゃなかったら依頼来ないからね。まあもう。じゃあ分かんない分かんないよ。依頼なんだからもうさ。早くやっちゃった方がいいんじゃない。早くやれよお前。お前もやれよ。お前だろ変な人。お前もだろ変な人。いやなんで変な人一番サンドじゃん。何殴ってきてんだてめえ。おいバカバカ。何持ってんだよ。やばな人がいる。一番やば。じゃあ一人一人ぶった切っていきたいと思います。じゃあお前らはお前らで別の方法で探せよ。俺は一人であの変な村人を退治するからよ。なんかもう死亡フラグすぎな。なあ、うん、一人で行ってもなんかダメだよ。みんなで行こうよ。あああああ何蹴るのよ。蹴んねえよ。そんな危ない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 。ここ動物いっぱいいるから危ない危ない。うるさいな。お前人殴ってんだから。うん、うん、変わんねえだろお前。おめえか。いやおいおい全員違うじゃん。見極めないとさ。家とか見ようよちゃんと。あそこに怪しい二人組がいるぞ。あ見ろ。取引してる。取引してるね。あれ怪しい。せいやせいや。普通でした。普通だ。いや逆に一人の方が怪しいんじゃないの。あいつか。どっかいるんじゃない。ああいうのとかさ。おせいや。おえ本当に。おびっくりした。何それだ。それ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 。これ目が白い。目が白いやつ。ミカおかしいよ。なんでだよお前。それで殺されていけないのに。やばいやばいやばい。本当にいるよ。当たり前だろお前。どうする。倒した。倒す。退治するんじゃないの。いやお前よ。剣渡すなよ。お前何のための剣なんだよそれ。ちょ怖い無理。なんでだよ。じゃもう倒すよ。やばいよ村くん。めっちゃ見てるよこっち。ほらめちゃくちゃ恨んでるやん。もうサンドの方しか見てないよ。あ今のうちじゃない。今のうち。もう倒しちゃうよ。じゃあおい勝ったこいつ。うわ4発ぐらいが今ので。でも普通に倒せたよ。ホムラが殺人してたな。殺人じゃない。あいつ化け物だってもう。じゃあこれで依頼完了。大丈夫なの。まだいるんじゃない。一人とは限んないからね。まだいるの。サンドの暴き方が一番いいの。まだいるかもしんないしさ。なんか他にも手がかりあるかもしんないから、ちょっととりあえず家探そう。そうだね。家の中とか。なんかサンドのやり方が一番良かったな。ちょっといろいろ探し回ってるよ。ほら結局俺が見つけたじゃん。もっと感謝してほしいね。でも倒してないからな。あの。そう。最後。まだいた。いやこっち襲いかかってきた。サンドがまだ。何？この。襲いかかってきた。おっ。この。いた。おい。バカかお前。お前何やってんだよ。この野郎。え？大丈夫？すごい。まだいたよ。いるんだよたくさん。ねなん。何体いるの。いやだからどんどん増えてるかもしれない。暴いていくしかないんじゃない。帰っていいですか。ダメだよ。こーわだ。いやお前カンフーやってんの。しかも剣で。お前バカ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 危ねえのお前。あれサド。何やってんだよお前。許してくれなかった。防御するから。とりあえず探そうって。上にはいないんじゃない。どうなんだろう。お前探そうって俺が全部見つけてんだからな。じゃあ他の手がかりを探そうっつってんの。手がかり探せよ。俺変なやついないか調べるからさ。はいはい。なにこの家。ん？どこ？なんかさ、待ってこっち来て。あ、これ？本当だ。本当だね。なんか構造が違うね。なんだろう。わあ、いつもと違えんど。びっくりした。ね、中にいる中にいるサンド。え、こいつ倒す？いやあ、怪しい男。サンド。おお、なんで？お前やり返されたらやめんのかい？お邪魔しました痛い。おいサンド来てる。サンド来てる。サンド来てる。追われてるよサンド。こっち来てみるよ。うい。何してるの。何をしてるの。あ、落ちた。綺麗にはまってた。あ、よかったよかった。倒しといた方がいいんじゃない。でもあいつ怪しい男って書いてあったよ。本当だ怪しいな。まんまやん。食らいやがれ。
お前もじゃ。いや違う違う、お前違う、お前違う、お前違う。あーこれ、あー何してんだよ。だからさ、あの建物が怪しいんじゃない？ちょっとこっち来て、こっち、こっちこっち、なんか中にあるよ。でももうそっちの方に行けなさそうなので帰らせていただきます。これでしょ。おいおいおい、土あるだろ、登ってこいよ。ブロック積めばいいでしょ。ちょっと掘ってよ。じゃあほら渡すから。おめえも降りたら二人分必要になるだろ。バカ、落ちちゃった、落ちちゃった。なの、どこ行った？で、この家が必要で、なんでお前いいんだよ、ここに。ん？どうやって来たんだよ。反対から回ってこれたよ。もう最初からそうしてよ。おお、お前捨てんなよ、ゴミを。ほんと最低だな、この人のためにメンバー。捨てあげた道を。動物蹴るし、環境汚染するし、臭いし。いや、臭いは余計だろ、臭くねえわ、別に。アイアンゴレムは別に人じゃないもん。もういいか、早くここ入るよ。早く入れよ。何召喚のレシピ？何これ、何これ、なんか人の頭とかあるけど。ほんとだ。ねえ、なんか怪しい実験したんじゃないの？なんか檻とかもあるし、ほら。ほんとだ。あ、なんか、こんな本入ってるか？本。ほんとだ。怪しい本。もう怪しいね。え、ちょっとじゃあこれ読むよ。いいよ。読んでみて。材料は怪しいなぁ。早い早いよ。怪しい要素ないだろ。材料は集まった。この村で準備して約1ヶ月経ったが、そろそろ召喚の儀式を行う時だろう。アイアンゴーレムを作るように、レシピ通りに配置できれば、怪しい。みんな喜ぶ。いいことが起きるはずだ。怪しい。楽しみだ。怪しい。ねえ、やめて。怪しい。怪人みたいの。だって怪しいじゃん。何が怪しかったの？もう一回読んでみ。お前話聞いてねえじゃん。怪しいって言ってるだけ。だからなんかでも実験してたんでしょ？いや、でも、レシピ通りに配置できれば、みんな喜ぶ。いいことが起きるはずだって言ってるよ。いいこと？何？いいことって何？不審者がいなくなるんじゃないの？それは書いてないけど。じゃあわかんないじゃん、いいことかさ、何か。まあそうだけど。これ気になるな。これ通りに作るってこと？これレシピってこと？じゃない？何の召喚レシピなんだろう。でも材料揃ったってことは、だからこれが材料なんだよ。そういうことか。あ、そういうことか。じゃあこれユンちゃんとホムラ君の首はいらないってことね。いや、いきに。怖いこと言わないでよ。え、でもこれ誰かのさ首ってことでしょ。いいの？もうレプリカかもしんないよ。いや、レプリカでしょ、さすがに。さすがにね。とりあえず作るしかないんじゃない？これで依頼完了するかもしんないし。まあもう依頼完了ですね、これで。いや、せっかくだったらこれやった方がいいんじゃないの？やるのこれ。面白そうだし、これだけやって帰ろうよ。こいつだけ趣旨違うけど。確かに面白そう。面白そうだからやるって。面白そうでやんねん、お前。まあでもどちらにせよさ、変な村人がいなくなったわけじゃないし。じゃあゼアル君やって。あ、もしかしたら魔除けみたいになるかもね。そう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 、いなくなるかもしんないじゃん。じゃあゼアル作れ。これさ、もう取っていいの？取っていいよ。いいんじゃない？泥棒だ。いや、うるせえな。召喚するのがしょうがないだろ。おお、泥棒。おお、泥棒。うるせえな。これは、まあ作業台作業台作ったら。え、これあれじゃないの？なんか配置的にアイアンゴーレム召喚する的なやつじゃないの？あ、そういうことか。あ、召喚のレシピだから作業台じゃなくて置けってことか。ああ、そういうことね。なんかさ、あれみたいな、ね、なんか広いところ置こうよ、じゃあ。いいね。そうだね。魔除け、あ、ここでいいじゃん、ここほら。大丈夫？なんかウィザーみたいなさ、置き方じゃないこれ。いや、でもウィザー真ん中あるから。ああ、真ん中ないもんね。これ、ちょっと待てよ。どうだったっけ ?P に上、端っこ2つ。はい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 。こういうことね。ああ、上手上手。そう。誰でもできんだろ、お前。バカにしてんだろ、ゼアル。おー、上手上手。うるせえな。バカにしてんだろ、よくできたね、ゼアル。よくできたね、ゼアルちゃん。よし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 。気持ち悪いな、こいつ。どういう年齢だと思ってんの？じゃあ、置くよ。うん、置いて。え、もうこれ置いて早く帰りたいんだ、俺は。せーの、ほい。なに？なに？え、マカルさん、マカルさんってよ。え、今度？なんか、早くない？これ魔除け？魔除けにしたら暗すぎ？え？うわ、なんだ？どこここ？なに？なんか色やばくない？エンダーマンいる。え、エンダーマンいるし。まあ、一旦僕は帰りますね。いや、やばい。でも、どうやって帰る？ね、なんでユンちゃん？なんで何もしない？なになになに？助けて助けて！ユンちゃん、お前、なになにで入るんじゃねえよ。危ねえ。おわ、危ねえな、お前。危ねえな、お前。おやすみ。ダメだ、危ないよ。こんなとこで寝たら死んじゃうよ。だって怖いもん。布団にうずくまらせるせいでよ。何もだよ。ちょっと待って。ジョーマン一人寝るか？倒して、倒して、倒して、倒して。俺はもう帰るからね。倒して。ねえ、怖い怖い怖い。悪夢だ、悪夢や、これ。寝りゃなおる。寝りゃなおる。いいから倒して。いいよ、ユンちゃん。もうこいつほっとこうぜ。もうこいつだけ寝かすとけよ。怖いね。寝てていいよ。どこここ、まず。サンドサンド、何やってんの、サンド。寝ようとしたら爆発したよ。いっ
た。ねえ、待って、これさ、やっぱレーザーなんじゃない？これなんで？召喚の儀式やったら異世界飛ばされちゃったってこと？え、なんで？だってさっきまで普通の現世にいたじゃん。わかんないけど、お前なんてもん作ってんだ、バカ。違うね、今殴り合ったって意味ねえだろ。何も別に作ってねえよ。そうだな、ここから出よう。いや、意味はあるぜ。何？俺の気が晴れる。じゃあ意味ない。もう起きちゃったことはしょうがねえんだからさ。ねえ、どうすんのここ。いや、一番早く出なきゃ。ねえ、待って、なんかいるよ。え、なんかいる。何？なんか顔が2つあるんだけど。あれ、なんか喋っております、なんか喋っております。まだ痛い、わかんない、なんで言ってるの。聞き取れない。目白いよ、あの人。痛い。何びっくりした。何ちょっと逃げて。え、待って、今の人さ、あの召喚の儀式のさ、あれと似てない？二つ頭だし。確かに、そうだ。お前なんてもう召喚してんだ、バカ。召喚しねえよ、お前らが召喚しただろ。俺し、お前が最後召喚してたやんけ。待って、後ろ切る。え、なんて言ってるんですか？二人で喋ってるからよくわかんねえわ。本当だ。なんか二つあるよ、顔。二つの頭がある。言ったやん。え、あれって、ツーヘッドヘロブラインじゃない？みんな。何、ツーヘッドヘロブラインって。ヘロブラインは知ってるけど、何ツーヘッドって。なんか、特殊な召喚方法を試したらツーヘッドヘロブラインっていう都市伝説なのかな？確かそんな感じの話聞いたことある気がするけど。それ、お前召喚する前に言えよ。おー、いや、だって知らなかったんだもん、こんなに。何知ってるとか知らねえとかさ。サンドめっちゃ帰ってる。おい、サンドどこ行った？あっちだ、あっち走ってる、逃げてる人。お前一人で逃げようとすんなよ。なんだ、悪夢だ、これ悪夢だ。やばい、色が、悪夢じゃねえって、お前寝たって死んだだろ。どうにかしてよ。行って。待って、なんかさ、待って、めっちゃなんか遮られてない？何が？なんか壁で分断されてる。なんか天井出てきてるよ。ほんとだ。っていうかさ、ほら、こっち側も行けなくなってる。行ける高さに制限あんだ。ん？なんかどこに逃げればいいの？ねえ、これさ、いいことって書いてあったけどさ、あの白い目のさ、村人にとっていいことだったんじゃないの？あ、なんか教祖さんも復活させるみたいな？そうだよ。俺らそっちにとってはもう、何も言うこと。俺ら何言ってんのか分かんない。でも、おやすみ。うわぁ、バカか、お前。ねえ、痛いこれ。お前なんで何回も寝てんだよ、バカ。ベッド爆発するから。そこにいるよ。分かってたじゃん。あ、下。上だ、上。上来い、上。上、サンド。上って何？あ、痛い。上だ、上。え、てかさ、ナチュラル悪口やめろ。あぁ、やばい。うわぁ、こっちだ。やばい、逃げろ。いるまず。気持ち悪いな。え、待って、ちょっと待って。いて。やばい。おやすみなさい。バカ。危ねえ、お前。ダメだよ、ベッドは。もうダメだろ。当たり前だろ、巻き込まれるって。なんか笑ってるよ、めっちゃ。ほんとだ。ねえ、でもバレてんじゃん、これ。出た方がいいって。また降ってきてる。ねえ、これどこから来てんの？わからん。やばいって。何この黒い矢は。これどうすればいいの、これ。ちょっとどうすればいいかわかんないけどさ、一個気になることあったんだよね。そうそう、あるよ、一個。そう、あの至る所にさ、矢印が書いてあるんだよ、ほら。床に矢印。あ、ほんとだ。これとかさ、あ、じゃあこれの通り進めば帰れるんじゃない？だよね。どうかも、行ってみようよ。ちょ、行ってみよう。何があんの？ねえ、なんかあいつまた来るって。何があんの？ヒーやめて。これ回ってたやつだ。なにこれ。行ってみよう。うん、あいつどっから、あれ消えた、また。いないね、周りには。もう今のうちに行っちゃおうよ。確かに、あー、随分とゆっくりだな、これ。大丈夫？早く行きたいのに。一斉にいっちゃダメだよ、みんな。あ、ダメだ。おー、ナイスナイス、サンド。え、あ、待って、今指で狙ってる。指で狙ってる。どこ？うわー、あー、やばい。ねえ、降ってきて、やっぱ降ってきてる。なにあいつ。奥にいる、奥に。ゆうちゃん、あ、危ない。気をつけて。撃ってきてる。危なかった。やばい。オープンの落ちる。あん。逃げろ。早く。なんだこれ。来てる。いや、オープン。ああ、気をつけて。そこ障害物気をつけてね。よし。なんでサンド一周してんだよ。ちょ。ぐるぐる回って大丈夫だ。こいつ浮いてる。浮いてる。あ、ちょっとタイミング失った。お前か。バカ、危ねえ。見てないで、お前サンド。来てないで、見てたらダメだって。次行く、次行く、せい、走れ。えいや、ナイスナイス。これ何、この黒い道。これ何？大丈夫、これ消えない？途中で。怖い。大丈夫だよね。大丈夫。どんどん来てるって。後ろ。逃げろ。来てる？うわ！おい、逃げろ、とりあえず逃げろ。走れ。はい。何これ？目を合わせろって書いてある。ああ、待って。え？あいつ。これに合わせればいいのか。あ、いや、目合わせてる。はい、痛いって。オッケー。こっちは見えるんじゃないよ。お前、違うか、お前。上。あ、こいつ。そうそうそう。危ない。これは？あ、下に行くのか。そうだ。待って、一人ずつだよ。押さない。押さないで。よし。焦るな。オッケー。
よし、これで塞いだぞ。オッケー。ねえ、出してよ。お前さ、何？おい、危ないことしないでよ。いつだって犠牲はつきものだろ。いや、お前犠牲を作るな。お前待って待って、後ろ。なんか牛が、牛が痛い。何何この牛、牛めっちゃ襲ってくるんだけど。剣持って、何やってる。おー、牛からマグマ出てきたよ。もう一回出てきた。いや、もうこいつ倒さない方がいい。あいつもいるし、いてやばいやばいやばい。え、これ、これ何この壺。なんか鼻くそ出てきた、金の鼻くそ。痛い。鼻くそじゃねえって。何痛い。ほら鼻くそ。爆弾金塊じゃねえかこれ、お前。いやあ、とじゃなくて、トーチ倒すと、気をつけて、倒すと気をつけて。金塊だ。トーチが出てきました。トーチ、何のトーチ。知らん。え、待って、なんかさ、爆弾で出てきたんだけど。なんで、何、次元を破壊できるかもしれないっていう。やべ、どうするこれ、投げつければいいの。俺ちょっと、会話を試みてみるね。うん、大丈夫。あー、絶対ダメじゃんこれ。お前が喋れてねえじゃん。あ、ダメみたい。サード何やってるの。全然ダメじゃねえか。めちゃくちゃ怒らせてんじゃねえか、お前。お前、ニダ。何言ってんのか分かんねえよ、それ。日本語でなんて言ってんの。ニダ。いや、意味が分かんねえよ。意味ないよ。あいつも何言ってるか分かんねえもん。じゃあ、お前、喋りかけようとすんなよ。すっごい喜んでる。なんか、喜んでるよ。めちゃくちゃ怒ってるよ、絶対。これ怒ってんの。怒ってるでしょ、これ。分かんねえよ、今めっちゃ降ってきてる。ね、その爆弾早く使えよ、ゼアル。行くよ、じゃあ投げるよ。え、なんで早くしろよ。爆弾。せーの、ほい。お、え、落ちてったよ。消えてったよ。開くのかな。これ何、これ開けるの。サンド、さっきなんか持ってたやつは。これ何。ポーチと木工金塊。え、なんで開いた。あ、開けるじゃん。これレバーじゃん。レバーなの。レバーなんだ。レバーだったんだ。え、ってかちょっと待って、終わりじゃないの。わかんない。俺はまた帰んなきゃいけないのか。ふっ、まあ、雑魚だったってことさ。いや、全然カッコつけることじゃないよ。なんでカッコつけてんだ。いや、カッコつけるとかじゃなくて、俺はもともとカッコいいから、カッコつけるとかするんですよ。早く、邪魔だよ。うぅ、泣くんなよ、お前。お前、そうだよ。おい、やったな、お前。なに。バカ、ベッド、やばい。危ないことしようとしてる。待って、ちょ、ダメだよ。出口だから、出口だから。バカ。どこ行った、みんな。みんな吹っ飛んじゃったよ、サンドのせいで。バカ。もうとりあえず早く戻ろう。もういいから。戻ろうじゃないよ。みんなどうするの。戻ってきた。おー、よかった。ゲースだ。ホムラ君たちはどこ行ったんだろう。いや、サンドが吹っ飛ばしたんじゃん。知らんよ。あいつが俺のこと殴ってくるのが悪いんだよ。そうだけど、サンドも悪かったでしょ。おい、待てよ、お前。おい、ふざけんなよ。うわ、悪化させんなよ、お前。うわ、ツーヘッド、ツーヘッドバカだ。ツーヘッドバカじゃねえよ。おめえが一番バカだろ。でも倒したじゃん、ほらね。ねえじゃねえよ。倒すの僕だけどね。まあ、そういうのは置いといて。でも俺があれだよ、見つけたんだから、変な人倒したから、村人。俺が依頼完了したってことじゃん、今回一番働いた。お前何もしてないじゃん。いやいや、したよ。何？何もしてねえじゃん、もう。いや、何もしてねえな。俺は帰るぞ。私も帰る。みんな帰るんだよ、もう終わったんだから。勘弁してくれよ、本当に。なんだよ、この村。最悪だぜ。本当にベッド嫌いになりそう。そうだよ、サンド、ベッドで寝るのよ。もうやめて、目の前で。そうだよ。いや、もう別に現世で寝てもいいだろ。いや、もう爆発するだろ、別に。だって爆発するなんて知らなかったんだもん。いや、分かってください。2回も3回もやるんねえって。あ、寝たから爆発したのか。今気づいたの。バカだろ。本当にバカ。バカだ。皆さんはマインクラフトをしていて生きている村を見たことはありますでしょうか。その村は突如にして姿を消し、全く違う場所に移動していたり、家が勝手に動き出すと言われています。村の中で周りには誰もいないのに、視点を感じたらすぐに離れた方がいいでしょう。今回はその依頼を調査していきたいと思います。どうも、みんな、ライドルサンドです。どうも、ニエンです。ホムラです。せーの、よーでーす。なんでこの画面なの。いやー、ちょっとね、今日は
皆さんに試していただきたいことがありましてね。え、何？やだ！いや、まあ、何も言ってねえだろ。聞いてよ、それは。まだ。何？まあ、僕たち、様々な都市伝説を、いろいろ調査してきたと思うんですけど。はいはい、してきましたね。今回は、まあ、とある依頼がやってきまして、そちらの方を調査していきたいと思っています。何？あ、依頼が来たんだ。今回の内容は、なんと、とあるサーバーに、生きている村があるということで、そちらの方を調査していきたいです。嘘くさ！終了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 じゃねえよ。やるんだよ。確かに嘘くさいな。終了しちゃったよ。いや、なんでだよ。終了すんなよ。怖そうなんだもん。怖くないよ、大丈夫だって。ということで、生きてる村がありそうだなと思う人はチャンネル登録、高評価お願いしまーす。お願いしまーす。本当にあんのかよ。いや、それを調査するんだから。嘘くさ。はい、じゃあとりあえずやっていきますよ。はい、マルチプレイ。今回ね、もうサーバーの準備もできていますので、入ります。入ります。なんかあんの？お、入ったよ。今んところなんもないな。まあ、とりあえず生きている村だから普通の村探そう、一旦。いや、目の前にあるけど。普通の村か。あ、ほんとだ。ちょうどいいや。じゃあちょっとこっち行こう。たまたまあるね。たまたまね。ちょうどよかった。イントネーションおかしいから。え、たまたま。たまたまね。お前の言い方、金玉なんよ。うわぁ、なんか下ネタ言ってるわ。おめえが言ってんだよ、早く来いって。俺がさ、なんかたまたまのイントネーションがおかしいからって。もうたまたま繋げなくていいって。とりあえずちょっとなんか変化があるか調べようか。そうだね、でもパッと見普通の村だけどね、今んところは、ね。おりゃー、おりゃー。怖い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 。ない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 。殴ったって意味ねえだろ。え、生きてるんじゃないの？いや、わかんないけど。わからんのかい。なんやそれ。いや、だって。じゃ、死んでるかもしれないってこと？いや、死んでるっていうか、まあ、それは普通の村だね。え、じゃあ、よろずやサバイバルクラフト始まるってこと？なんの企画やるつもりなの？よろずやサバイバルクラフト生活が始まる可能性があるじゃん。いや、誰が見たいんそれ。知らんよ、そんな。やらない、やらない。調査だから、調査。何を調査すんの、これ。いや、だから、生きてる村の調査なんだよ。リンゴだ！もう、自由だな、お前ら。あ、いいな、リンゴは欲しいな。ペットもらおう。いや、お前にあげないよ。なんで？分けてよ、少しぐらい。いや、分けないよ。ねえ、ちゃん、調査して、調査。何をすればいいの、まず、調査って。確かに。まあ、家の中おかしいとかさ、村人が変かどうかとかさ、アイアンゴーレムが普通かどうかとか調べんだよ。おかしいだ！何が？ありました！何が？見てください。え、この家おかしくないですか？なんで急に雨穴になったん？何、砂穴どうしたの？木材に草が生えてます。これは生成バグです。どうした？何？なんもないじゃん別に。 そんなすぐ見つかるもんじゃねえんだからよ。村人全員殺したらなんかあるかな。いや、お前怖。え、そんなこと言わないで。調査じゃん、調査。調査だけど。何があんの？あ、なんだなんだなんだ。茶色の羊。いや、別に茶色の羊レアじゃないからね。え、そうなの？うん、ピンクだからね、レアなやつは。え、でもうんち色もレアじゃん。うんちじゃなくて茶色ね。なんもないよ別に。お前ついてくんなよお前。みんなで調査すんだよ。同じところ調査しても意味ねえだろ。あ、わかったわかった。じゃあもうおのおの調査してください。あ、でもアイアンゴーレムいるよ、ほら。あ、じゃあもう。アイアンゴーレム？なんか3の変化どうかちょっと試してよ。何を試すの、これ。殴り倒す、ぶち殺せばいい？ね、やり返されちゃうよ、そんなことしたら。おい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 ！あー！おい、バカお前！助けて！何やってんの？ちょっと乗れ乗れ乗れ。あ、でも、大丈夫か？落ち着いてるわ。なんだよ。なんで？光は収まったみたい。いや、来てる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 。いや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 。ね、3、乗って乗って乗って。オッケー。じゃあ、俺にじゃない、俺にじゃない。肩車じゃないよ。違う。ほら、お前、追いかけられてるって、サンド！来てるよ、来てるよ！あ、いいよ、いいよ。お、いい感じ、いい感じ。どうすればいいの？武器なんもないよ！じゃ、ちょっと武器作るから待ってて。倒せんの、それ。ほら、登ってみこい、バーカ。うい、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 じゃあ、ちょい、ちょい。なんか嫌だな、ああいうやつ。俺、サンド作ったよ。はい。えいやえいやお、おいやー！びっくりした。よしよしよし。今サンド、すごい！ね、見て、鉄インゴット5個もゲットしたよ。いや、それ普通だけど、しかも何これ。普通じゃないよ、5個ってレアだよ。いやいや、普通だよ、よくあるよ。何も知らねえ。ね、じゃあ、よくねえよ、今見てなかったね、おい。何、今鉄つらはし作ってるから。いやいや、そうじゃなくてさ、お前今見てないの？何が？今お前倒した時に爆発したよ。うん、アイアンゴーレムの死んだ時のあれおかしかったけど。別におかしくないでしょ。え、しかもさ、ほら、これなんかお前変なやつ落としたよ。何これ。不吉な、不吉な心臓。
不吉な心臓だ。不吉な心臓ね。何それ、なんだろうこれ。え、でもアイアンゴーレムから落ちてたよね。動いている、この心臓でポータルを開けることができそうだ。ねえサンド、何もうるさいな。うるさいなじゃなくて今調査してんだよお前。普通にマイクラをすんな。え、よろずやサバイバル生活クラフト始まるんじゃないの。やんねえよ。あ、やらないの。やらねえよ、おめえだけでやろうとしてんの。だって今のところ何も変なこと起こってないからさ。今起きてただろニコ。何、あ、素手でアイアンゴレム倒したとか。違うよ違うよ、アイアンゴレム倒したときおかしかったんだって。え、だってさ、なんかフシャーって出るの普通じゃないの。いやいや、出すぎでしょ。あんな爆発しないでしょ。あ、でも経験値ももらえなかった。それもおかしいわ。やっぱこの村に何かあるのかもしれないね。あ、もう寝る時間だ。な、お前寝るのだけは早いな。邪魔だ、そこ俺のベッドだよ。おい、サンド、開放的だけどいいの、そんなこと言って。おいおい、殴んなって。何が。おい、お前倒してんじゃねえかよ。え、いいよ、おやすみ。早いよ、寝んの。ねえ、調査は。え、ま、今からすんの。いや、今からじゃなくてさ、別にいいじゃん、寝なくても。何調査。いや、だからまだ これが出たんだからさ、うん、これに関することから調べればいいじゃん。調べてよ。みんなで調べるんじゃないの。なんか書いてある、なんか動いている、この、もうそれさっき読んだけどね。ポータルって何。いや、だからわかんないって。わかんないの。だからもうそれも全部調査したいっつってんの。どこにあるのポータル。ポー、ネザーゲート的ななんかあるかもしんないね。うん、この村のどっかにあるのかもしれないよ。うーん、ただ何をしてるの。なさそうだけどね。いやいや、お前洞窟の中にはねえだろ。え、ないの。ないだろ。村に行かないと。村に、村にいるじゃん今。どこやねんポータルって。それを今探そうとしてんだ。何色、何色。色は分かんねえよ。それも分かんないって。え、てかそれアップデートで追加されたやつじゃないの、そのアイテム。違うよ、こんなんないよ。ないよ。あ、ないんだ。俺全然知らねえからさ。もうずっと適当だな。でも周りとか結構見てみたけど、それっぽいのなさそうなんだよな。なんもない。アイアンゴーレム以外変わったことがないんだよね、本当に。あ、サンド寝てるじゃん。また寝てるし。やべ、バレた。いや、バレたじゃないよ。もういいよ、じゃあもう寝る一回。ああ、そうしよう。ああ、寝よう。じゃあもう寝て、またちょっと朝になったら調査しよう。おやすみ。はい、じゃあおやすみ。また朝になったら調査するからね。おはようございます。ああ、よく寝た。あれ。え、ポータル探さないといけないんだよね。ねえ、待って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 。何？いや、おかしくない？え、待って、ベッドだけになってるけど、あれ？家なくなってんじゃん。家どこ行ったの？なんだ、またなんかやったでしょ。え？何？な、いや、何じゃなくて、お前気づかないの？家がない！いや、遅えよ。どこ行ったの？え？いや、どこ行ったっていうか、なくなったんだって。なんでベルはあるの？何してんの？え、戻ってくるかなと思って。いや、戻ってこねえよ、村人じゃねえんだから。てか村人もいねえし。ほんまやん。あれ、みんなどこ行っちゃったの？え、どこ行ったの？なんでベッドだけ残ってんだ逆に。わかんない。ほんとだ。え、でもこれアイアンゴーレムと一緒でおかしいこと起きてるよ。あれ、待って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 、ほら、ん、これ、あ、これ家の形が形跡だけある。あ、形跡か。ん、いや、土の色が違うって思ったけど。いやいや、お前それは普通だろ。普通なの？じゃあここに家が建てたっていうことだよ。え、でも家どこ行った？消えたんだけど。え、やっぱさ、これもしかして生きてるんじゃないの？あ、だから、なんか移動したってこと？なるほどね。ということで検証結果、ありました。いや、ありましたって済まないだろ。気になるだろ、この先。ちょっと探そう。そうだね、村がどこに行ったのか。方がいいと思います。もううるさいな。で、そ、あ、あ、待って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 、あった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 。こっちこっちこっち、ほら。え、あるよ。奥にある。なんや。え、さっきなかったよね。あるじゃん。あるで万年、あるで万年かんねんやん。ちょっと待って、よく喋ってよ。え、何言ってるか分かんないよ、サンド。あるやん、ほら。なあ。でもこんな形だったっけ。てか俺らこっちから来なかった。そう、だから言ってんじゃん。え、なんかさ、全然違くない？構造が。え、ぐちゃぐちゃになってない？ほらほらほら、ね、あんなんなかったでしょ。これ。あ、何？なになになに、見てください、草が浮いております。いや、だからこれバグなんだって。ほら、バグやん。じゃ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 、これ、え、生成バグだって。なんや、またありますよ。いや、だから生成バグっつってんだろ。おう、バグに驚かなくていいから。じゃなくて、ほら見て、これ何。え、ちょ、これ何、お墓、うちだらけだ。なんか刺さってるよ。いやいや、最新バージョンでこういうの追加されるんだ。いやいやいや、されないされないって。何のアップデートだよ。墓場アップデート。墓場アップデートってなんだよ。何、聞いたことないよ。ねえ、何、怖い。え、あっちにも村あるよ。ほんとだ。え、しかもなんかここえぐい削れてない。
あ、ほんとだ。ねえ、待って、なんか今、ちょ、あの村人見て。村人？右。あー！メガシュ！うわー！いいよ。なんで？え？なんで？こいつは？村人の様子がおかしいよ。おい！ね、反応しない。正気に戻れ。いやいや、そういうベルじゃないからね、それ。どうしてたの、この村人。おい、一体何やった？なに？野山やるんか、お前！おら！雑魚が。いや、なんで村人が襲ってきたの？わかんない。確かにおかしいでしょ。ゴーレムならまだしも。俺がさっき倒しちゃったからかな。なんで急に反感買うの？アップデートじゃないからね、ちなみに。ねえ、じゃあ何？じゃないよ。あ、ん？鉄。で、ちょっと。何、これ何？雨が真っ赤っかだよ。雨がすごいよ、これ。何これ。鉄。おい、今、鉄なんか掘ってる場合じゃねえだろうが。待って、でも石炭もある。いらないって。え、なんで？なんでじゃないよ。え、よろずや生活クラフト始めるんじゃないの？いつまでやろうとしてんだよ。始めないよ、こんな状況で。よろずや、え、どうする？え、ちょっと一回戻ろう、村に。村の方に戻ろうか。ね、これ何？怖いんだけど。ねえ、やばいんじゃない？このサーバー。やばいって、だからずっとやばいんだって。やばばばあじゃん。やば、いや、もう本当にやばばばばばあだよ。おめえ何なんだよ。ちょ、待って、襲ってくるだろ。先に倒しておく。普通に襲われてたけど大丈夫なの？でも醸造台このパート1でゲットできるの結構でかい、ね、いや、お前だから本当にやろうとしてんだよ。あ、やらないサバイバルやんねえって。なんでこれ悪化なの？てかさ、お前バカ壊すなよ。あ、お前いつも壊してんだから文句言うなよ。俺の家なのに。家にちょっとしたの？家じゃないけど。うん、ちょ、それどうでもいいからさ、ちょっとこっち来てよ。どこ？ね、あっち行ってみない？どっち？あっち側。あっち？あっち側にもだって村があるじゃん。ほんまやな。あっち側行ってみようよ。行こう。大丈夫かな、怖いけど、あっちの村も。ねえ、なに？ねえ、嫌なんですけど。なんかこれ自然にできたもんなのかな、この辺のやつって。絶対違うよね。ねえ、ちょっと上の方行ってみようよ。てか、この雨も何なんだよ。あれ、やんだ。ほんとだ。何だったんだよ、あの雨。わあ、金塊。おめえだけ何してんだよ。もうサンド上行くからね。なあ。お前ちゃんと調査しろよ。いや、でもこっちの村人普通だよ。え、こっちの村じゃあ、これな、ほらね、今ね、切ってるけどね。何も、切っちゃダメだよ、切っちゃ。あ、切っちゃダメなの？お前またアイアンゴレムに怒られるよ。あ、そっか。ねえ、やっぱあれ、足跡だよ。こっちから見たらわかるけど。うん、高いところから見たら余計足跡にしか見えない。ね、そんなどうでもいいんだけどさ。何も良くねえだろ。なんで？なんでじゃねえよ、調査するためにやってんだよ、今。たまたまでしょ、こんな足跡に見えそうなの。いや、たまたまなわけないじゃん、あの大きい足跡だよ。いや、たまたまだって。そのイントネーションやめて。上から見てみてよ、じゃあ。ほらー、うん。いや、たまたまやろ。たまたまね。もういいって、たまの話ばっかしなくて。なんかある！お、ほんとだ。あれ何？あれ何？あれなんだ、あれ。お前気になったとこにすぐ行こうとすんな。ね、なんもねえや。あ、結局何もないんだ。これなんもねえ。何じゃ、これ。知らん。怖い。不気味だなぁ。お宝もなんもない。ちょ、もう夜になっちゃったって。もう戻ろう。あー、もう怖いよー。あ、走れないさんのパンちょうだいよ。ほらよ。ペットじゃないんだから、卵投げつけないでよ。ペットでも卵投げつけたらダメだろ。何を言ってんの？サンダー。やだね、これ俺のだもん。俺が集めたやつだもん。いいじゃん、一つくらい。ダメー、そんな。あ、これあげる。はい。なんでじゃん。ねえ。何？いや、この家おかしくない？何が？どれ？どこ？何？どこ？こっち、後ろ。ん？え、サンダー、後ろだって。逆。これだよ、これ。だって、斜めになってるよ。ほんとだ、斜めの。別に普通の家やん。いや、普通じゃないでしょ。ほら。何がおかしいん、これ。あ、でも入れない。いや、向きがおかしいでしょ、これ。入れないよ。ほんとだ、入れない。動いた。動くわけないだろ、家が。バカか、お前。おお、サンダー、後ろ。あー、何？うわー、こいつ動いてる、何？やばい、キモい、何？寝るなよ、お前。死ぬぞ、お前。あー、殴れ。なんだこいつ、お前、武器持ってないで戦えって。こいつ何？寝て、やばいよ、食おうとしてる。ちょっと早く。さあ、倒せ。いや、何こいつ。戦え、この野郎。あー、強っ。逃げんなって。やばい。おらー、え、何だったんだ？お前よく冷静に寝れんな、お前。
壊すなよ。いや壊すなよ。モンスター出るよ夜は。あ？寝ろ一回。夜なんだから。いやいやいや、あれ絶対さ、生きてる村じゃん。で家だったけど、なに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 ？ポータル？なんかポータル、何ポータルって？な、なんポータル？え、なんか出たくない今？うん、出てた。ねえ何このサーバーマジで。いやだから絶対生きてる村だって。この調査しようとか言うから。いやホムラくんがね。言ったよ。何？文句あんの？怖いよ、もう怖い。とても怖い。ポータルって何？あいつ一体だけ？別でもいない？ねえ、またいる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 。あっちにいるよ。だからさ、これ全部動き出すんだよ、絶対。でもポータルどこにあんの？そっち逃げようよ、それ、その中に。大丈夫かな？てかね、待って、ポータルってさっきなんか音、なんかなかったっけ？え？ほら、なんかさ、何？ほら、なんかゴーレムが落としてたやつ。あ、これ？ああ、不吉なそう、心臓。不吉ね。それが使われたりするのかな？なんかポータルがなんかって書いてなかったっけ？何だ、いきなり襲ってきた！なんで？お前攻撃してないよ。殴ったんだろ。殴ってないって。あ、なんで？ちょっと、どうやし。サンド来てる。えいやー。おれ。爆発した。こいつも爆発した。あ、三つしか出なかった今回。で、これでしょ、さっきサンド言ってたやつ。ね、それ、あれ今回落とさなかったの？この心臓でポータル開けることができそうだ。持ってるよ。あ、だからこれ鍵かなんかなんじゃないの、そのポータルの。どういうこと？でもさ、ポータルが見つかんねえんだよな、そもそも。ポータルどこ？え、さっきなんか動く家いたけど、そこら辺にいるんじゃない？ちょ、もう一回上行こう。上。この山の。え、洞窟やっぱ関係ないかな？関係ないだろ。毎回村の下に洞窟あるよ。行かなくていいよ。ね、どこにあのポータル？パッと見えないけどな。なんと右下、右下。あれは？どれ？ほら。これ何？ポータルっぽくない？形が。これ何？わかんない、これなんだろう。なんで壊したの？ロードストーン。知らないブロックだね、これ。ロードストーンはもともとあるけどね。でもこの不吉な心臓がさ、ポータル開けることできるって方が、これでなんかすんじゃないの？ねえ！サンド！すごいのできたぞ、サンド！ちょっとうるさい、今、かまど作るから。ねえ。何？早く戻ってこいって。ちょっと待って、もうちょっとだけ丸いし。そんなしょうもないことやってねえでさ。しょうもなく、女お前、ジャガバターあげんぞ。いらねえよ。何？だ、見ろって。ほら。ほら、見ろ。何これ？おかしいって。さっきと同じ。壊そうとすんな、バカ。ダメだよ。ここまで見つけたんだから行くしかねえだろ。でも壊せないんで、壊せないんで。殴んなよ。だからダメだって壊した。ほら、壊せない。そりゃそうだろ、ゲートなんだから。ほい。え、どうする？入ってみる？もういいから早く入るよ。え？入ってみるよ。うわ！怖そうなんでね、僕は行かないようにしたいと思います。あや、来いよサンド。何やってんのサンド。追い込んできた。壊したのに。お前何壊すのバカだね。いらんことすんなよサンド。あれ、何ここ？ネザー？なんかネザーなのに村があるよ。ほんとだ。ねえ、何こいつ。痛い。殴ってくるって。悪魔みたいな見た目してるよ、これ。何？勝った。強っ。何今の。ね、帰りましょう。お前が壊すんじゃん。心臓は？ 2 個あったやろ。心臓あるけど。帰れるんちゃう？やるよ。うん。ていうか、ここまで来たんだったらまず調査しようよ。お前バカか。帰ろうぜ。なんで？危ないよ。変なウイルス入るかもしれないし。入んないよ。行こう早く。この村が何だって別に持ってんだからいつでも帰れるじゃん。これネザーなの？これ。なんなのこれは。ネザーじゃない？だって水あるよ、ネザーなの。本当だ。なんで水あんの？本当だ。ありえないこと起きてるじゃん。ちょっくらびっくら寝てみて。ちょ、来てるよ。おばらくん来てるよ。危ない。なんだ、なんだ。倒した？倒せてないよ。倒せてないよ、ネザーだからベッドで寝たらダメでしょ。だって水あるよ、ネザーなのに。もう、わけわかんないよ。あれ、ホムラ君は死んだよ、俺。死んだんだよ。なんで？爆発させるからでしょ、ベッドを。あーじゃないよ。なに？なに？いえ、なにこいつ、なにお前、武器持ってんだから、やれ。おっそ。ゆっくりだな、随分と。おっそ。なに？倒せんのかい、普通に。で、これ何？ネザーの村ってこと？ネザーの村ってなんでさ、あの変な動く村を倒してゲートに入ってここに来たんだ、俺らは。お前、早く武器作れよ。っていうか。お前に武器渡してからないもん。
俺あの武器捨てたよ。なんで？だって木の剣弱いからさ。しょうがない、俺が作ってあげよう、特製の。あ、よろしく。はい、はい、あさっきの濃いブラミとめっちゃいるよ。これあげる。はい、はい、どこ？これあげる。あれ使わないの？うん、ありがとう。とりあえず探索してみようか。俺新しいの作ったから。こいつなんなん、怖いんだけど、この村人。ネザーの住人ってこと？なんか動きが呪いのがなお怖いわ。なんか死んでますよ。ねえ、これ普通の村人じゃん。わお。ほんとだ、ぐさぐさだ。あ、でもね、普通に入ってるよ、装備は。ほんとだ。これあげる。いいの、ありがとう。ほら、やっぱさ、持っといてよかったやん。何が？確かに、ありがとう。鉄作っといてよかったやん。何あるかわからんのに。まあ、それそうかもしんないけど、結果論やん。性格悪。ほらってこういうやつです、皆さん。もう早くしていくよ。うん、そんなこと言ってる場合じゃないよ。ねえ、鉄焼いてるのに今。いいよ、別に焼かなくなって。あ、かまどだ。もらってこ。いらないよ、持ってかなくていいって。うるさいな。じゃあお前に何もやんないからな。あー、ごめん。許さん。鍛冶屋2つあるよ。ほんとだ。ねえ、ほむらく鍛冶屋って1個しかないよね。村1つに1個しかない気がするけどな。2個目あるよ。ねえ、待て、お前よく流してったな。ぐさぐさに育ってるよ、また。何をじゃないよ、お前見てないのこれ。うわぁ、なんでもちょっと嬉しそうやね。ちょっととりあえずいろんなとこ行ってみようよ。そうだね。これネザーなの？ネザーなんじゃない？でもでもさ、水、本当になんで水があるのかわかんないんだけど、なんであるの？いや、これ水に見えたマグマかもしんないよ。大丈夫なんかい？水です。ただの水にビビってたわ。先輩、水っす、これ。うるせえな。でもこれどこに行きゃいいんだろう。わかんない。ねえ、もう帰ろう。パスも帰りたい。確かに、もう調査やめて帰ろうよ。なんかゲートあるよ。ほんとだ。ねえ、サンド。なんかある。え？あっち側にネザーゲートある。と、行ってみる？こっちから行けそう。ほら。あっつつ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 つ
ザゲートなの？いや違うと思うけど、てかこれもネザーなのかどうかわかんねえし。こっち行ってみる？え？地下戻ってきた。あれ？ねえまた違うあれはあれゲートがある。本当だ。どれ出ちゃったの？戻れるんじゃないかない？入ってみようよ。どこ？熱々熱々熱々。なんで？え、これ、待って、これ何？なんだここ、ど、え、ね、ど、なんか、ネザーとエンドが合体してるみたいな。こんなアップデートが追加されたんですね。もう何でもかんでもアップデートだと思うなよ。え、これ何？キモいんだけど、これ何？いや、俺だって初めて見たよ。え、ってか、なんもねえじゃん。ということで、よろずや生活クラフトパート1。気になりますが、こちらで一旦終了となります。よくこんなとこで終われんな。してないよ、こんな生活。ね、で、じゃあどうすればいいの？何をすればいいの？これとりあえずどっか進んでみようよ。これエンダードラゴンいる？いや、こんなとこにエンドラいないでしょ。え、で、これわかんなくなりそうなんだけど、これどうだ、ぐっちゃぐちゃだからわかんないよ。え、やばい、ね、このサーバーやばいって、やっぱり。まあ、でも調査だから、しょうがないよ。調査好きだな。好きだよ。ちょっと告白しないで急に気持ち悪いから。いや、うるせえな、おめえにしてんねよ、バーガバーガ。好き、好きね。もう喧嘩しないでよ。テレを隠し。あ、エンドストーンだ、でもやっぱし。マジでなんもないよ、パッと見。ほんとだ。ね、どう？ずっと続いてるだけだね。終わりですね。もう終わりだよ。これは？ん？寝てみる？あ、ベッドがねえや。でも、あるわ。いや、いい。寝ろ、お前一人で。じゃあ、俺さっき寝かせられたんだから。寝なくていい？いい、眠くない。こう、びっくりした。寝れんの？寝れんの？寝るの？ねえ、お前さ、俺を巻き込もうとすんなよ。ほんとだよ、お前が巻き込もうとしてたじゃん。え、寝れるの？じゃあどこ、ここ、ここはマジで何なの？怖いって。ねえ、なんもないよ。マジでなんもないんだけど、怖いって。ベル鳴らしたって何も出ねえよ。なあ、あるあるやんけ。ゲート。ほんとだ、やった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 。よし、これで脱出できるんじゃない？え、なんかちっちゃくね？どう？ほら、ゲートや。ほんとだ、一人一人分しか入れないんじゃない？それ、さよなら。ちょっと、入れてよ入れてよ。俺も。私もあれ？え、待って、アイテム全部消えてる。ほんとだ。あれ、何もないよ、周りにも何もない。なんだここ。な、ブス発見。お、自分のことか。ブス発見。うわ、イケメン。なんなんだ、自画自賛すんな、気持ち悪いな。何もなくなったよ。なんで一マスネザーゲート、これ謎。え、ねえ、奥、あ、家あるやん。違うの？ねえ、それサンド、さっきのやつだって。あー、お前何連れてんだよ。ちょっと待って、同じことじゃ意味ないじゃん。これ何、マジでこのサーバー何？逃げろって。わかんない、入れない。あー